皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の声明をご紹介します。現地時間で12月18日のものです。それでは始めます。12月18日、民主党は今、いわゆる投票権法案で新たなキックをしています。これは私たちの国にとって、そして確かに共和党にとっては惨事です。 問題は古き良きミッチが私たちの主要な交渉兵器である債務制限を手放したことであり、彼はそれに対して何も得られませんでした。これは共和党が不代でに勝つことを事実上不可能にする民主党が管理する法律です。民主党によって押し出されているあらゆるもののようにそれは詐欺です。マコーネルは彼らに起こった中で最高のものです。 このマコーネルは彼らに起こった中で最高のものですということは、この意味はマコーネルのおかげで民主党はいろんなことを手に入れている。まさに民主党にとってマコーネルは最高の人間だっていうことです。国民にとっては賛辞ですけれども。12月18日、民主党員がやりたいのは人々を刑務所に入れることだけです。彼らは悪質で暴力的で極左の凶悪犯です。 彼らは人々の生活を破壊しています。私たちの国、経済とインフレは災害です。彼らは凶悪犯と殺人者を私たちの国に入れています。彼らの DA、AG 及び民主党の法執行機関は制御不能です。これは共産主義国と独裁者で起こることです。そして彼らは、 2020年のボス選びの不正行為について責任を問われるとは考えていません6月6日の非選択委員会・魔女狩り委員会は下月3日に行われたことの隠蔽であり我が国の人々はそれを支持しません12月18日 ICYMI2 つの世論調査は梅田の支出がインフレを悪化させるという恐れの高まりを示しています 12月18日 ICYMI 独占世論調査トランプが支持しているデイビッド・バディーがジョージア州知事のブライアン・ケンプをオウムネリードしている12月18日空港が開き着陸しましたヒューストンすぐそこにいます特別なパフォーマンスを行います12月18日 CNN とその新しい所有者はフレッド・クオモの混乱、テレビで最も愚かな男であるドン・レモンの逃亡などの理由だけでなく、ジェフ・ザッカを追い出したいと言っています。しかし、主な理由は彼の評価が史上最低になり、いわゆるネットワークに火事がないからです。いずれにせよ、それはアメリカにとって素晴らしいニュースです。多分、CNN は伝説のテッド・ターナーの 古き良き時代に戻すことができます。ジェフは何年も前に NBC で行ったように常に大失敗をするでしょう。12月18日、レティーシャ・ジェームズは資金調達に失敗した後、ニューヨークのセーフレースから脱落しました。12月18日、ヒューストンの素晴らしい夕べをありがとう。明日ダラスでお会いしましょう。以上、ここまでです。 ありがとうございました。